ただいまから2021シーズンジュビロ磐田新体制発表記者会見を始めさせていただきます。なお本日森岡陸選手は法政大学サッカー部が出場している大会の試合を控えているためリモートでの参加となります。あらかじめご了承ください。それでは初めに株式会社ジュビロ代表取締役社長小野勝よりご挨拶させていただきます。小野社長お願いいたします。皆さん本日は2021年ジュビロ新体制発表会にご参加いただきありがとうございます。まず第一に、昨年は我々 J1 復帰、これを皆様にお約束して、スタートしたんですが復帰することがかなわず大変申し訳ありませんでした。そのことを踏まえて、今年は必ず J1 復帰するということも含めて、まず皆様にスローガンの発表をしたいと思っております。今年のスローガンは Unite or Win、 集結せよ勝利のためにというスローガンを掲げて1年間戦ってまいります。 Unite for Win の意味は選手、チームスタッフ、フロントスタッフ、サポーター、スポンサーの皆様、地域の皆様、ジュビロを愛するすべての皆様のパワーを集結させ、ナンバーワンでの J1 昇格を達成する、その意味が込められております。この Unite for Win のブルーの字を上から見ますと、ナンバーワン、これを意味しております。この勝利のために、一人一人が常にフォーウィン、勝利のために今の自分の行動がつながっているか、これを常に意識しながら1年間すべての皆様のパワーを集結して戦ってまいります。皆様方のお力添えよろしくお願いいたします。続きまして今年の強化の方針、これを大まかに後から強化部長の鈴木の方からも説明しますが、やはり今年は先ほど言いました4ウィンというものに対して選手、スタッフ、それを価値にこだわるという視点に基づいて強化してまいりました。ポイントになりましたのはやはり得点力のアップ、それを見越して今回のメンバーを選ぶ、それとともにもう一つはバランスの取れたチームです。若手、中堅、ベテラン、このメンバーをうまくポジション別にも年齢的にもバランスの取れたチーム作り、これを目指して1年間を戦っていける体制が整えたというふうに考えております。ここで、今日ここでまだ発表はできてないんですが、まだ外人選手のところで、交渉を続けております。このか今体制発表する今日の体制発表に対してまだこれが終わりではないということを少しお伝えしてさせていただきながら、もうしばらくお時間をいただいて、まだこの形体制に対して、追加していくというつもりで考えておりますことをお伝えします。あと皆さん特に、サポーターの皆様にお伝えしておきたいんですが、このコロナ禍の中で、昨年は非常に、難しい応援スタイル、そういう形の中で特にジュビロ磐田のサポーターの皆さんは非常に、そのルールを守った中でやっていただいたおかげで、一人の感染者も観客の中から出すこともなく、本当にルールに基づいた応援をしていただくことに非常に感謝しております。今年はですね、特に考えておりますのが練習の公開の仕方です。今まで大久保グラウンドに来ていただいて見ていただくということを練習公開日で準備していたんですが、今年は、もちろんチームの環境にもよりますが、
なるべくこのヤマハスタジアムを使いながら練習を公開していきたいというふうに考えております。その日にはもちろん申し訳ありませんけども、いろんな形で皆さんの感染予防をするために予約をしていただいて、それに基づいて、ある距離を取って座っていただきながら、もちろん同じように、なかなか拍手のみの応援になるかと思いますが、そういう形で応援に皆さんのうちから練習の時に応援していただくことで、やはり選手も練習は非常に大事ですし、そこの中で応援していただくことで彼らそのものがより一層練習に熱も入りますし、その中でいいプレー、いい練習をしながらレベルアップしていった選手が次、公式戦のピッチに立つということで、若手にとっても非常に重要なことだと思ってますので、今年はそういうことを準備していきたいと思っております。最後にですが、ジュビロの経営に対して皆さんに、ご説明したいと思います。昨年はその前年に29万人のお客様を我々のホームゲームに、来ていただいて、試合が開催できたんですが、昨年やはりいろんな意味でのコロナの環境下の中で、我々としては7万人のお客様を呼ぶことが限度でした。しかもシーズンシートホルダーの皆様にも今回の場合皆さんにお返ししたことも含めて、なかなか来ていただく機会を作ることも難しかったと思います。そういうことも含めて、ジュビロの収入は非常に厳しい環境にあったことが事実です。加えて、スポンサーの皆様も非常にコロナ禍で苦しんでおられる、そういう環境の中で、ジュビロの経営状況は非常に厳しいものが今期の選挙の結果でした。今年もそれは非常に厳しい環境は続いていきます。ただ我々は J1 絶対に今年は復帰するんだということを胸に戦ってまいりますので、チームの運営に関しては非常に力を入れて今回も強化を進めてみたつもりです。こういうことも含めまして皆様にはしっかり応援をまた今年もよろしくお願いします。最後に、我々今年、育成のところに、非常に力を入れました。前田良一選手、藤田義明選手、彼らをやはり我々ジュビロに非常に貢献してくれた、なおかつ人間的にも素晴らしいメンバーを U18、U15 のコーチに据えて、我々やっぱり育成のところはしっかりいい選手を育て上げ、それをどうやって、トップチームにつなげていくかということは、鈴木本部長が非常に力を入れて去年1年間やってきてくれた仕事です。これをしっかり今のメンバーが引き継ぎながら、育成のところをしっかり育てた上で J1 につなげていく。今年のキャンプの中でももちろん育成のメンバーを何人かトップチームの練習に帯同させながら、また日々の練習の中でもそういうところの交流を今以上に強くしながら、育成年代からトップチームへ、しかも今年は勝ちにこだわるということで、彼らがあるレベルに達しないと試合には出れないだろうと思います。そういうことも含めて、これから1年間、これからその先も含めて戦ってまいりますので、これからも熱い声援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続いて鈴木秀人教科部長お願いいたします。教科部長の鈴木です。よろしくお願いします。今年の補強のポイントといたしまして、去年のチームをベースとして、特に攻撃のところでチームにプラスだったりオプションが作れるような選手を中心に補強しました。なおかつ即戦力だったり将来性のある選手というところを中心に補強し、納得のいく補強ができたと思います。
今年の J1 昇格という目標に向かって頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて杉正人監督お願いいたします。こんにちは。今シーズン監督を行うことになりました鈴木と申します。よろしくお願いします。昨シーズン途中交代の中で本当にジュビロらしいサッカーも含めたところでそのサッカー全体の部分を変えた部分はあった中で、本当に J1 復帰というものを目指しながら選手と一つになって戦ってきたんですけれど、まあ、こういう結果になったことに関してはまずは深く反省しております。ただし、かなり昨年からチーム選手も非常にレベルの高いチーム力を持ったチームに なりつつあります。でここに、先ほど来、強化部長の方からある特にラストパスフィニッシュの精度こう得点力というものを、期待させるような選手補強していただき、また、これからトレーニング18日から明日からトレーニングになるわけですけれどやっぱりトレーニングの中で、より質の高い、で組織力のあるチーム力のあるチームにどう持っていくか組み合わせ選手との組み合わせも含めてやるのがすごく今現段階では不安というよりは楽しみをすごく持った中で、スタートできることについて本当に感謝しております。でやっぱりファンサポーターの皆さん本当に昨シーズンは、辛い思いをさせたと思います。今シーズンに関しては必ず、J1 復帰して今年の暮れには、皆さんと、喜びたいなと思っております。今後ともご声援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。それではここで新加入選手を紹介させていただきます。選手は背番号と名前を紹介しますので、その場に立ち挨拶をお願いいたします。背番号4大津祐希選手お願いします。横浜 F マリノスから移籍してきた大津幸です。J1 昇格に向けて精一杯、貢献できるように頑張ります。応援の方よろしくお願いします。はじめまして、川崎ロンターレの方から移籍してきました鈴木優斗と言います。チームが J1 に上がるために、自分の持っている力を、チームに還元していき、まあ本当に、強いチームを作れるように自分自身やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はじめまして、 SC 相模原から来ました鹿沼直樹です。チームの目標である J1 昇格にピッチの上で貢献できるように日々の練習から頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。はじめまして、フィンランドの AC カヤニから来ました加藤千春です。ジュビロ磐田という伝統あるクラブに加入できることとてもワクワクしています。そして J1 昇格のためより数多くの勝利を届けられるように尽力していきますのでよろしくお願いします。こんにちは。法政大学から加入することになりました森岡育です。J1 昇格へ向けて、全力で頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。なお背番号29ファビアン・ゴンザレス選手は来日前のため本日は欠席となります。その他、新体制スタッフ、選手情報等につきましては、お手元の資料、またはジュビロ磐田公式サイトをご確認ください。はい。それではサポーターの皆様からのご質問を紹介させていただきます。ニックネーム、絶対 J1 行くぞさんからのご質問です。こちらの質問は全選手への質問となります。ご自身のストロングポイントを教えてください。では大津選手からお願いします。チームのために、貢献するプレーとハードワークと、まあ、あとは、ドリブルや、ゴールに直結する動き、そこら辺を見てもらえればいいかなと思います。ストロングポイントは、自分自身いろんなポジションで、今までプレーしてきましたので、かなりいろんなサッカーにフィットできる自信はありますし、
まあ、本当に先ほど大津選手もおっしゃっていましたが、チームのためにハードワークする、そういうところは、一番大事にしているポイントなので、はい、そういうところを、しっかり出していけたらなと思います。自分の特徴はボール出しと運動量です。そこだけは誰にも負けないように戦っていきたいと思います。お願いします。自分のストロングポイントはアジリティの部分と運動量の部分です。そこを、ゴールや数多くの勝利につながるように貢献できるように自分も努力していきます。よろしくお願いします。森岡選手へのご質問なんですが、ちょっと音声が途切れているということで、最後に、まとめて、森岡選手の質問の方させていただきますのでお待ちください。では次の質問を移りたいと思います。こちらも全選手への質問です。サポーターからどのように呼んでもらいたいですかということで、また大津選手からお願いいたします。そうですね、まあ、基本的にチーム、監督、スタッフとかは基本的に勇気で呼んでもらうことが多くて、まあ、サポーターの方は、大津でも勇気でもどちらでも大丈夫なので、お好きなように呼んでもらえたらいいかなと思っています。よろしくお願いします。僕は川崎の時にラルフっていうあだ名があったんですけども、まあ、実際ユートって呼んでもらえたら嬉しいなと思ってます。では昨年は山賀の方にレンタルしていたんですけども、サポーターからは鈴木っていうコールがかかってたので、まあ、本当は自由に、はい、楽しみにしてます。よろしくお願いします。今までカヌーと呼ばれてきたので、カヌーと呼んでいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。僕は自分の下の名前が千春っていうんですけど、千春という名前は珍しいと思うので、とても呼ばれて嬉しいので、千春と呼んでいただけたら嬉しいです。お願いします。ではここからは、各選手個人への質問になります。大津選手へのご質問です。ニックネームカッチャマンさんからです。今回岩田移籍を決意した理由を改めて教えてくださいということです。お願いいたします。まあ、僕自身、3年間マリノスでプレーさせていただいたんですけど、まあ、本当に愛着のあるクラブ、非常に大好きなクラブであるところから、やっぱり僕としてはジュビロに来ることは挑戦だと決めてきているので、まあ、僕の中で必ず達成したいというか、行っていきたいのが J1 へ昇格すること、ここを自分の中で今年のチャレンジとして、まあ、もちろんチームとしても、この目標に向かって、頑張れるように、チームとして、組織、チームの組織としてしっかりと戦って、 J1 へ、サポーター、クラブ、選手みんなの力で、J1 に行けるように、それだけを考えてプレーしたいと思います。続いて鈴木選手へのご質問です。ニックネームうずらの卵さんから、昨年ジュビロとは2度対戦されたと思いますが、岩田のサッカー、そして鈴木監督の目指すサッカーにはどのような印象をお持ちですかということでお願いいたします。まあ、最初にヤマハスタジアムでやった時はやっぱりかなりボールも握られて、やっぱり個人のところでやられたところも多かったので、まあ、非常にやりにくいなという、まあ、そういう印象で、はい、いろんなチームと去年は試合しましたけれども、まあ、特にそういう印象が強かったです。で、まあ、2回目対戦した時は、まあ、ヤットさんも入って初めての試合だったので、まあ、さらに、まあ、これから、まあ、まだ完成はされてなかったのかなと思いますけど、それでもかなり試合も、支配されたので、まあ、そういう印象はあります。あと何でしたっけ、監督の目指すサッカー、そうですね、まあ、そこはこれから、始まっていく中で、まあ、監督求めるサッカーと、自分がそこにフィットしていければいいかなと思います。ありがとうございます。続いて、鹿沼選手への質問です。ニックネーム朝数様からです。静岡学園出身ということですが、静岡学園在籍時、同じ静岡県の J リーグチームであるジュビロ磐田に対してどのような印象をお持ちでしたかということでお願いいたします。
やはり静岡県全体がサッカーに対する愛着が強い県だと思うので、まあ、ジュビロに対する注目度っていうのもすごい高いと思っていましたし、そういうチームに入れるっていうことは非常に嬉しいことだと思っています。そういう印象です。ありがとうございます。では続いて、加藤選手への質問です。背番号87番さんから、鹿沼選手とは専修大学の先輩後輩に当たると思いますが、仲良しエピソードなどあれば教えてくださいということです。はい、鹿沼選手とは大学時代学部と学科が一緒で、しかもゼミも一緒だったので、とても、自分が勉学に対するアドバイスを出してたなっていう印象があります。そうですね、その部分がエピソードとしてはあるかなとは思います。はい、ありがとうございます。ではそのまま森岡選手への質問の方をさせていただきますので、森岡選手回答の方をお願いいたします。まずはご自身のストロングポイントを教えてください。自分のストロングポイントは、まあ、ボール出し力で、柔軟性を生かしたプレーです。大学の方でも、プレーの強度は高くて、そういった部分を出していたので、ジュビロの方でも出していけたと思っています。ありがとうございます。続いての質問が、サポーターからはどのように呼んでもらいたいですか。お願いします。はい、森とか陸って呼んでいただけたらいいです。はい、ありがとうございます。では最後の質問です。法政大学での4年間で一番学んだことは何でしょうか。法政大学では法政大学では4年間、4年時に副賞を務めさせていただいたんですけど、そういった面で、人間的な部分で成長もできましたし、まあ、サッカー面では、大学ならではのプレー強度だったりっていう部分で、大きく成長できたと思います。はい、ありがとうございました。サポーターの皆様からのご質問は以上となります。ジュビロ磐田 YouTube 公式チャンネルをご視聴の皆様への配信はここで終了となります。ご視聴いただき誠にありがとうございました。